柴田茂家は、戦国時代の武将。越後国の戦国大名上杉氏の家臣、神原軍柴田城主、洋北州佐々木等の一人、当初は泉の家を継いで泉の春長と称していた。上杉謙信に仕え、川中島の戦いや関東出兵などに参加する。謙信の死後に起こったお立の乱では安田県元の誘いに応じて、 上杉影勝を支持し、上杉影虎方についた同族のカジ秀デを下し、三条城の上余り地勝綱を討ち、乱に介入した足名ナ森氏、伊達明キ州の兵を退けるなど、大いに活躍した。天正八年、兄の死により柴田家に戻って、家督を相続し、柴田重家と名乗った。三条攻略、足名撃退など数々の武功を挙げた重家は、 柴田勢の活躍に相応する恩賞を期待していた。しかし、茂家がもらえるものと思っていた恩賞のほとんどは、継承子外の上田衆の手に渡り、亡くなった兄、長圧氏の功績は軽んじられ、茂家に対する恩賞も柴田家の家督相続保障のみに終わった。茂家を継承陣営に引き入れた、剣元は、継承と茂家の和解に奔走したものの効果がなく、 シゲに謝罪する意味合いで自陣し果てた。天正九年、足シナ氏の後を継いだ森高と、ダテア州は、シゲが、継承に対して、不満を募らせている状況を見て、上杉に対して、反乱を起こさせるべく様々な工作を行った。こうして6月16日、シゲは一門州のほか、加ジヒデなら、加ジ州や、上杉景虎を支持していた豪族を味方に引き入れ、 新潟図を奪取、同時に新潟城を築城し独立する。継承は本城茂町、色部長信に茂家の抑えを命じたが、年内にはそれ以上の動きはなかった。一方、西側から上杉良攻略を進めていた織田信長の重臣、柴田勝家はこの木に乗じて輝き州との連携を緊密にし、ますます上杉への攻勢を強めた。 天正10年2月、継承は茂家に対する最初の攻勢を発動したが、あっけなく撃退されてしまった。そこで、継承は、足名森高に背後から茂家を襲うよう依頼したが、反乱の仕掛け人である森高が応じるはずもなく、重臣の津川城主、金上森春に茂家を援護させ、赤谷城に小田切森明を入れるなど、かえって介入を強化した。 4月に入り雪解けが本格化すると、継承は再び、茂家攻めに着手したが、西からの柴田勝家、南からの森長吉、滝川風間すらの侵攻に対処するため、本城茂町、色部長信に、茂家対策を任せることとした。6月2日、本老寺の変で、信長が死に、織田軍が撤退したため、とりあえず西方と南方からの脅威は取り除かれたが、 継承自身は、織田の給料をめぐって、休む間もなく、死なので、北条氏直と退陣していたので、この時は、茂家との本格的な戦はなかった。継承は7月に北条と和睦すると茂家ゼめに力を入れたものの、兵糧不足に陥り撤兵した。天正11年に入っても状況は変わらず、継承は4月と8月に出陣したが頑強な、抵抗は相変わらずで、 8月の出陣の際には、上杉勢は、豪雨と湿地帯のせいで大混乱に陥り、感激をついた、柴田勢に散々に打ち据えられ、危うく、継承を打ち取られそうになった。この猛反撃で、重家の勢力範囲は一時的にせよ、広がる結果となった。一方で、継承は足中中の格乱を狙い、なおへ金継ぐに命じて、富田氏み、 ニークに貞ダなどの森高に反抗的な重心たちを、調略し、揺さぶりをかけた。天正十二年八月、継承は、水原城奪還のため出陣した。上杉勢は主芸へ率いる本体を、水原城下に引きつけて戦い、その間に迂回していた継承が、八幡取りを奪取して、水原城を孤立させたため、柴田方は、水原城を放棄して退却した。ところが、 上杉法は、直江えかの陣が、重家への攻勢を受けて崩壊し、大損害をこむっていたため、それ以上兵を進めることができなくなり、水原城もほどなくして、柴田法の手に戻った。そのため、柴田法の息は上がり、一時は、笹成政とともに、軽傷の強撃をもくろむほどであった。しかし、10月6日に、足名な高が、家臣に殺害されたことで、 茂ゲを取り巻く状況が安定し始める。天正13年5月、伊達・明キ州に家督を譲られた、伊達・政宗が足名と改戦し、秋には、上杉に、柴田への道を貸すなど、輝き州による、越後介入路線を完全に放棄した。さらには10月8日には、輝き州が死んだことで、伊達・足名両家による茂ゲへの支援体制は崩れ、茂ゲは後ろ盾を失った。 加えて11月20日に、新潟城と沼水城が、藤田新吉の調略によって、上杉法の手に落ちると、柴田法は、新潟港から潮の塚田を経由して、柴田に至る水利権を失い、これにより、物資の大量輸送が困難になり、足なけとの津川経由のルートによって、当面の物資を補給せざるを得ない状況に追い込まれた。天正年、は上落して、 正式に、橋場秀吉に侵入した。これによって、強力な後ろ盾を得た継承は、柴田攻めに全力を傾けたものの、決着をつけることはできなかった。しかし、この頃になると柴田方では、兵糧が欠望し、敗下の討ち死にや、寝返りなどもあって戦力が目に見える形で、衰えていった。天正十五年末、秀吉の支援を受けた継承は一万余の大軍を、持って、 柴田城を遠巻きに取り囲んだ。また、継承と信仰があった、少連陰門後、御子と朝方親王が茂家には僕を勧告したが、茂家はこれを断固として跳ねつけた。周囲の諸城は、上杉勢に、次々攻略され、金上森春が赤屋城の救援に向かうも、藤田新吉に阻まれて撤退。9月19日、赤屋城が攻略されたことにより補給路は、陸路、 水路ともに完全に寸断され、柴田城は、規定の泉の真相らがこもる泉の城ともども、孤立した。9月24日、秀吉からの使者がまず継承に対し保険された。稲葉主城をお出て降参すれば許すべしとの、降伏勧告。ただし、除名条件であり、継承は使者を柴田城に送った。使者は主芸家に対面して、勧告内容を伝えたが、主芸家は、 拒否、継承は秀吉に早日客を送り勧告の結果を報告した。折り返し、秀吉から継承に対し、来春までには落着すべしと、言命が下ったことにより、継承はまずは、泉野城を総攻撃することになった。佐々木港350回機にあたり、旧藩主航路下より混流された、石碑10月13日、藤田新吉らが泉野城を陥落させ、 残る主要な城は、柴田城のみとなった。10月25日、継承税に厳重に包囲された、柴田城内で、茂家は、最後の縁を催し、それが終わるや、稲や城を撃って出た。茂家自らが率いる一体は、色部長心の陣に突入し、茂家は、親戚のヨしみを持って、我が首を与えるぞ。誰かある。首を取れと甲冑を脱ぎ捨て、心一文字に腹を書き切って、 自陣した。これに応えて、色部の家臣、峰岸サザエモンが走り寄り、茂家への首を取って本陣に赴き、継承から感情を頂戴した。29日には最後まで抵抗を続けた池の誕生も、陥落し、乱は終結した。後に、柴田に封じられた、溝の口秀勝は、茂家の墓所と道を建てて、茂家を丁重に供養している。ありがとうございます。